アスパラギン酸とは、アミノ酸の一つで、2、アミノブタン2、3のこと。略号はアスプあるいは D。光学異性体として、L 体と D 体の両方が存在する。アスパラギンの加水分解物から単理され、由来とその構造からこの名がついた。酸性極性側酸アミノ酸に分類される。L 体のアスパラギン酸は、タンパク質を構成するアミノ酸の一つ。皮質アミノ酸で、 ーゲン性酸性を持つ、旨味成分の一つ。致死量は、LD50 イコール 16g、kg である。生体内では、クエン酸回路の一員である、オキサロサク酸が、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼによる、グルタミン酸からのアミノ元の転移を受けと生、合成される。オキサロは指定と L グルタメート L、アスパルテートにオキザグルタリット工業的には、 フマル酸とアンモニアを原料として、大腸菌由来のアスパルターゼを用いる。大腸菌は、カッパからギーナンで固定化され、バイオリアクターを用いて、海分法で生産される。表も参照。アスパラギン酸は、中枢神経系の興奮性神経伝達物質で、大脳皮質、小脳及び脊髄などに存在するナムダ受容体に、大脂アゴニストとして採用する。 アミノ酸系の神経伝達物質は、アスパラギン酸に加えて、グルタミン酸、ガンマアミノラク酸、グリシンがある。リンゴ酸アスパラギン酸シャトルアスパラ。ありがとうございます。